お疲れ様です。今日はですね、なんと8000に到達しました。よいしょー。ということで、久々に展開に来ました。私現在トロフィー8001です。はい。でシーズンももうね、時間がありません。残り13時間ですね。はい。ってことで、まあギリギリにはなったんですけど、8000来たので、ちょっと8000来た、デッキ紹介しつつ、まあリプレイにはなるんですけど、はい、紹介していこうかなと思います。で、いったデッキはですね、もう現環境ぶっ壊れ代表ですよ。はい。環境で一番強いのはなんじゃ、はい、このゴーグル野郎です。はい。このゴーグル野郎をミラーするだけで勝てるっていう、もう本当にね、やべえデッキ、これがね本当に強いので、本当に強いって言われてて使ったら本当に強いんで、はい、皆さんもちょっと騙されたと思って使ってほしいんですけど、まあゴルナイ持ってないとね、わかんない、圧着衣とかまあいろいろあるんですけど、まあチャンピオンなかったら課金です。はい。ってことで、リプルいろいろ見ていくんですけども、インフェルノタワーがね、すごいいいですね。これインフェルノ枠が、最初大砲とかでよく使われてたんですけど、インフェでええやろっつって。インフェだとね、バカ強いです。はい。インフェ使ってる方も何名かいました。はい。まあ、でも大砲の方が多かったかな。ってことで、そう、77ぐらいから、なんか使い始めて、マッチング的にはこんな感じかな。いや、なんかめっちゃ勝ってるですね、この辺。で、このね、ドリルがね、結構勝てなかったですね。なんかムートが意外とエリジャーに対して強くて、そう、ムートで綺麗になんか守られてっていうので、さ、負けちゃってますね。で、これもドリルに負けてて、やっぱこれ施設2枚きついですね。大砲ドリルとか、テスラクロスとか、そう、施設とかときついかな。で、このなんかアスラみたいな、ちょっとこういう読み方、僕には難しいですかね、本当に。偏差値的にもちょっと難しいんですけども、これ見てください。はい、バッチ世界一ついてますし、今年の世界大会ね、すでに4名ぐらい、そう、確定選手がいるんですけど、まあ、そのうちに1人でね、日本の麦ったんもですけども、その世界の4名ぐらいの枠にも選ばれてます。はい、今年世界大会が決まってるね、バギオのプレイヤーにも勝てちゃうよっていう、はい、まあ、エリジャーミラーしてるだけなんですけどね、まあ、基本的にはこんな感じかな。なんかまあいろいろ環境いますね。そう。けど、LJ がやっぱいるかなーって感じで、LJ はやっぱスパーキーきついねーみたいな。エリバボも辛いよ。大砲もきついよみたいな感じの、さあ、マッチングです。はい。ということで、リプレイ見ていきましょう。では、何のリプレイがいいかちょっとわかんなかったんですけど、まあいろいろ見ていこうかな。はい。なんかもうね、試合がなんか、すごいぞ、これなんかね、本当にこう見たらわかる。もう1試合目からすごいんで、とりあえずもう見ろっていう話なんですけども、なんかね、もう、普通じゃないです。はい。あ、クラロワってこんなんなのっていう、今見たら、人たちというか、初めてクラロワをね、見る人たちは、こういうゲームなんだって言ったかもしれないですけど、もう昔とはすごい違うんだよね。はい、まず初手エリジェしてます。あ、まずこれもね、言われたらありえない。そう、ペック来たらどうすんねんってなるんですけども、なんかこれ止まんないじゃん、これメガネズネス。あ、止まるんです。はい、エレジャイで、守ります。さあ、右サイドはね、エレジャイですよね。そして左サイドはミラーエレジャイのカウンターフィジカルで、さあ守ります。そうすると、大ダメージにつながっていくということで、エレジャイが強いんだよなっていう、はい、これはね、あの7試合ぐらいね、ちょっと見えたらないいかなと思いますね。で、これリクゲナイラって、これね、バーン。まあ、でもこれはね、アイドラマのインドラ追加うまいですね。はい。まあ、守れない代わりに、じゃあ君を守れないよねって、はい、あ。もうこんなんでもいいんですよ。そう。守れないんで。無理してね、ここにトルネード打ったりとか、なんか中途半端なことしても、結果なんか微妙になるので、はい。もうこれもう全部エレジャイなんですよ。基本的に、まあエレジャイを使うことによって大事なのは、エレジャイミラーですね。やっぱ LJ ミラーがマジで強いんで、少々のダメージを受けていいので、LJ からの LJ ミラー、その間にカード出したくても、できるだけ出さないですね。はい、ここも LJ です。はい、今のところね、もう LJ 出してるだけなんですけども。でもこのね、LJ で攻める。LJ で守る。もうなんだ、迫撃砲みたいなね、こう、攻めでも使うし、防衛でも使うみたいな。その LJ でね、さて、ここはもう、ライトニング圏内です。はい。間の、882も、ライトニングライトニングで落ちますので、さあ、あとは、守るだけど。で、守るだけ、はい、最強います。インフェルノタワーです。はい。で、LJ もあるので、
まあこっからはまあやっぱプリンスとかね怖いですけども、もうそんな関係ねえな結局は。さあまあここだけ一瞬ねつけてクッションいってあげながら、まあ、リゼミラーもねそうですけど、たまにはねこういうね、はい、ライドニングとかも使って守っていきますよと。やっぱやばいなこれガチで、本当にエリジェイ出すだけやんとか言われてますけど、ちょっとね PS もいるんですよみたいなあるかもしれないんですけども、これはね出すだけなんですよ。はい、エリジェイで守ります意味わかんないでしょ、エリジェイで守る聞いたことない。さあでここはあれがザップもヤナメも使ってちょっと余裕があるなということで、最後ライトニングからのライトニングミラーで、まあ、フィニッシュと、言ったところですかね。はい、まあ、なんかエレジャイ上手い人たち結構当たったし試合も見たんですけども、結構ねなんだろう、ゴブリンドリルとかをやっぱエレジャイで受けたりだとか、なんだろう、基本的にやっぱこのデッキゴルネイもあるしボンバーもあるしスケもあるんですけど、エレジャイで受けれるところはエレジャイであえて受けてましたね。そうすることによって、まあ、そのエレジャイにコストを使わせつつミラーエレジャイも展開してくるっていうので、なんか基本的にさあエレジャイ出しますで一旦することないのでエレジャイ出します、でまあ一旦することないので、まあ、ゴルナイスケあたり出しつつもう一回一旦エレジャイ出そうで、どうしようかな、相手迫撃あるけど、まあ一旦後ろにキングタワー後ろにエレジャイ出そうみたいな、一旦こうなんだろうな、落ち着くをエリジェイで落ち着くっていうのが大事かな。意味わかんねえこと言ってるかもしれないんですけど、はい、エリジェイで落ち着くんです。とりあえずスケルトン出す、まあ、みたいな感じですよ本当に。それここはいやまあ人技とかなのかなとか思いながら、わかんねえ、ヒースピ出てたっけ。とりあえずライトニングぶちかましたんですけども、まあライトニング打つとエリポンが来るっすよね間違いなくさ。まあ、エレジャイというかね、やっぱ呪文がライトニングとかクエイクじゃないわ。ロケとか。まあ、クエイク以外だとね、やっぱこのエリポンがきつくなってきますね。はい。まあ、あとエレジャイ自体はもうゴール、ないじゃない、エリババか。いや、ちょっとね、脳が回ってないですね。そう、昨日今日とステージ0があったんですよ。そう、高校生の、もう大会ですよ。があって、ちょっとそれがあって終わって、トラゲね。そう。やって今8000来て、でもこの動画上がってる日もシーズン最終日だと思うんですけども、ちょっと予定がありトラゲね、めっちゃやりたいんですよ。エレジャイすげえ楽しいからめっちゃトラゲやりたいんですけども、ちょっと今季はねもう結構厳しいかなと思いながら、でも8000来たんでね、ちょっと来シーズン本当にトラゲしたい、常にトラゲしたいと思ってるんですけどね、思っているもののしてないさあでもこれ、お前マジエリポン枯れたから、やべえ、攻めてえなとか思って、結構いい攻めしてんだ、この今のトルネード。見た？さあ、ライトニングね、打てるとよかったんですけど、打てなかったんで、トルネードで剥がして、スケルトンにターゲットを変えましたね。さあ、みたいな、オシャンティーなことしながら、もうね、エレジェイね、やっぱダメージ与えてしまえばね、あとはもう守るだけなんで、こいつ、鉄壁です、はい。さあ、こっからもね、見どころですよ。エレジャイで、守りますっつって。さあでこのデッキの強みもう一つがやっぱこのね高回転がいるんですよね、ボンバースケとか。そうこのちっこいのがいるんで、もうこれで全部守れるわけですよ。はい、さあであとはトコ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 ビリ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 親父。さあということで、まあ見て上がる通りエレジャイを出してるだけなんですけども、まあ、そのエリジェイが強いねんな。で、エリジェイ対決とかもあったので、まあ、大砲ベースインフェはもう分かんないけど、そう、まあ、相手はこれインドラが腐ってたかな。てか、日本人めっちゃいましたね。そう、マジで日本レベル高いと思うんでね。もっともっとなんか、海外大会とかでもね、みんな勝ち上がってくれるといいですけどね、本当に。マジでね、ロカランとかマジ、グロランか。そう、日本人めちゃくちゃ多いんでね。そう、上手い人多いですからね、日本。さあでこの辺ちょっと待ってますね。もうこれなんかスキップ機能とかついてすごい便利だな。黒
さあ、決インドが来たので、さあ、まあ、エレジアを合わすよと。エレジアやばい、マジでなんか、ノーリスクっていうとあれですけども、ほんとノーリスクぐらい強い。まあ、やっぱきついカードもあるんですけどね、こういう大砲であったりだとか、まあ、このデッキだったらやっぱ枯渇デッキだとか、でもここもう大砲咲いたんでね、あ、じゃあもう、エレジアでおりやん。あ、でもね、やっぱこうね、エレジアに対しては、しかもミラーの施設がね、入ってるんですよ。これもね、やっぱ今までとね、考えれなかったですけど、今こういう環境なんでね。で、来シーズンも、同じかな。来季も今季からエレジャイがハゲてるので、そうですね、はい、来シーズンも同じ環境ですね。なので、来シーズン終われば、8月は新環境になるので、まあ、どうだろうな、エレジャイ、まあ、どっからどう見ても、緊急確保していいと思うんですけども、まあもうここまで来なかったら来ないんじゃないかなっていう思いもありますね。ってことは、あともう1ヶ月、このエリジアイとね、はい、仲良く皆さんもやっていった方が、クララをちょっとね、有意義に楽しくできるんじゃないかなというふうには思いますね、マジで。そう、エリジアイ、マジでマルチ、本当にだって8000付近でも、エリジアイこう、出した瞬間に、あは、君エリジアイ無理無理無理っつって、やっぱこう、キングタワーにファイアボール打ってきたりだとか、ね、エリジェイミラーして、ほれーっつってもうね、めちゃくちゃ暴れ回る人もいますし、本当になんか強いだしね、本当にこう、トップのプレイヤーたちも、苦戦するようなやっぱカードなんでね、ちょっと始まり出しつつね、お互い。助けがええ味出してるな。そうね、こっからはどうすんだ。なんかね、足面からこれ多分インフェ回すっすね、僕。うん、さあインフェ置いて、でなぜこの足前なのかすごい分かんないですね。後ろでもいい気もしたんですけども、なぜか足前ですね。まあもしかしたらこのクエイクが嫌だったんでしょう。さあで防衛はエレジャイ、でもこの防衛はエレジャイっていう他のカードでやりすぎるとこれ良くないんですよ。まあ、ジャイであったりだとか、うん、まあ、基本的にはジャイとか、まあ、いろいろあとはラバ受けこれ打つとかあると思うんですけど、まあ、そういうのもやりすぎると、全然カウンターに繋がんない。そう、だから良くないっていうのはあると思うんですけど、エリジェイの場合はね、これ違うんですよね、本当に。そう、バニゴルナいると、マジでエリジェイ、エリジェイスケボンバー、エリジェイ、エリジェイスケボンバーができるんですよ。そう。エレジェイ、エレジェイスケボンバーよ。意味わかんないでしょ。そう、だから、まあ、攻めも守りも全てエレジェイでできるよねっていうので、さあ、エレジェイ、エレジェイですね、これ。いや、まあ、ここに対しては、トルネでまとめるかな。で、施設含んでの、さあ、これは結構いい、ね、ライトニング。だいたい大砲のね、ミラーがなかったので、まあ、こっからはね、はい、なんか、ドヤ顔グッドゲームで言ってますけども、さあ、エレジェイがね、マジやばいですからね。16だったらミリ多分本当に2000持っていけるんですよね。いやー、なんかな、14エレジェイはまだね、ギリ許せるんですけどね。16のエレジェイはね、なんかもうタワー、お前ミリやんっていう。お前強すぎるやろ、ほんとに。なんでっていう。不死身やん。ね、チオバーやん。でも無限に来るやん、カラクリって。キチキチっていう。マジで本当に無限エリジャイですよ。でさ、今回の相手は、ラバですね。もうラバっぽいもん、名前が。ジャバ。ジャバもラバも一緒でしょ。あれ、すごい、タップしてますね、カード。で、僕はザップ打たれて、まあなんだろう、スパーキーか、まあラバかな、つって。一旦ボンバー出して、あー、スケドラね。あなた、じゃあラバですね、つって。こんにちは。あ、いやもう、早いっすよ。これエレジェイミラー。今の環境のエレジェイだから、これ許されてるだけなんで、これ結構まず注意しないといけないのが、基本的なエレジェイの立ち回りがこうだって思われるとちょっと良くないですね。今の環境のエレジェイがぶっ壊れてて、ただおかしいだけでこういう立ち回りがね、まあ正解というか、まあこれで勝てるだけなんで、今までのエレジェイ使いの人たちはね、なんやこのエレジェイって思ってると思いますね。さあ、でもラバですね。で、こういうのは、
まあインフェアあるんでね、サスケとかも加えて直下出して、あとはインフェを立てるだけ。いやこれ大砲だったらまた話が変わってるんでね。そこのインフェがねすごいいいね。だって対空に取れないもん、エリジェだけ。こういうのももう全部エリジェなの。冷静にエリジェボンバーね、簡単ですよ。いかにしてねエリジェをいっぱい出すかっていう。でさ、相手はもうねきついのよこれが。そうで、このまあラバデッキはね僕もよく大会で使いましたし、今でも好きだしっていうデッキでもね知ってるので、まあ陸ぐらいっつって、はい、もう陸がない読みがすごいしやし、ババとディガーしかいないんでね、ゴールデン出すだけで。ここもまあインフェ置いて、もうね結局はエレジャイなのよ。相手のザップもこれいいんですけどね、結局このエレジャイがもう強すぎて。あ、でもこの相手のねインフェを溶かすこの攻めうまいですね。そうなってしまうと僕はマジでユニットがないのでラバーどうにもできないもん。まあでもそんなのね、ラバーがどうにもできないから、もうどうでもいいんだ、一チャンス攻めちゃえっつってね、はい。まあでも相手のこのなんかねスピードライントルネを使わしてからのこの、いやーなんかうまいなと思いながらね、俺もしかしてやばいって。いやこのラバー使いマジでうまいっていうかね、なんか誘われたトルネードだったんですけど、まあさすがのなんていうんですかね、まあエリジェが強いと言いますか。もうだって俺始まりちゃう、これポーンすればいいでしょと思うんですけど、落ち着いてます、はい。まあでも相手は攻めるしかないんで攻めてきてて、まあ僕はここでしっかりね低コストで回して守るっていうね。さあで防衛でコスト使っていきながらのここね、しっかり LJ です、はい。これが大事ですね。ここで LJ 使ったとしても、まあ、LJ ミラーもありますし、まあ LJ ミラーできなくてもまあ守ることがやっぱ大事なんでね。さあで447はトルネードプラスのライトニング圏内仕事で、ウェイマジ LJ やばいね。なんかこれをやってるとすごい楽しいんですよ。すごい楽しいし、そこそこにやっぱ勝てるんですよ。まあ、結構勝率も良かったな。やっぱ強いね。でもね、下手になりそうですね。やっぱクララが。こう、また今までのクララとは違うんですけども、これに頼ってるとね、ちょっとこう、難しいなと思う部分があるんですけどさ。で、これマジでみんなやってます。はい。LJ 使いみんなやってます。玄関今日これ。一生ゴブドリをね、LJ で守ります。だから基本的に LJ で守ります。デリジェで攻めます、はい。で、相手のユニット次第で、まあ、呪文とかどうしようかなと思って、まあ、暇だし、ライト打っとくかって感じで打ってますね。うん。思った以上に、ハッキー強が硬いのよ。うん。でも、ハッキー強強いですかね。さ、この直面でも嫌らしいですね。そう、本当に。まあ、でも、エリジェがきついからなんやって言われたときに、まあ、スパーキー。そして、まあ、迫撃砲。まあ、もう本当、そんぐらい。まあ、あと、インフルタワー、大砲。そういったところ、まあ、施設ですね、本当に。きつくなってくるんですけども、結局ね、このミラーとか、まあ、ミラーエリジャー、まあ、ライトニングとかあると話が変わってきますからね。あと、もう本当にそれが通らなくても、最低、最悪、金髪ドズルさん。はい。もうこのゴルナイくんですね。もうこのゴルナイが走るだけでね、一発逆でももう全然あるので。さあもうこっから多分ね、どうなんだろう俺。もうとりあえずエリジェイっすよね。マジで、枝豆かのようにね、一旦エリジェイですね。あんま考えない方がいいっすね。なんかやっぱ考えすぎるとね、やっぱ高回転デッキとかは本当に考えるのが大事とかあると思うんですけども。やっぱこう形を組むデッキですよ、ね、エレジャイゴレ、ラバル、クロンはね、やっぱこう考えることも大事だと思うんですけども、いかにしてやっぱ形を作るかなので、いかにしてこうバカになれるかといいますか、もうねチンパンできるかなので、考えないっていう、一旦相手の攻めをね何があっても全て無視するって考えてもいいぐらいですね。さあもう俺
これが本当に正解なのか分かんないですもんね、僕からしてもこれ。ね、鹿島エレジャーして、さあで鹿島エレジャーして、これやばいでしょ。鹿島エレジャーしてるだけで、これで勝てるんですよ。これで展開いけるんですよ。って思ってください皆さん。エレジャー使いたくなるでしょ。ちなみにこれめちゃくちゃ負けそうですけども、あの勝ちます。ちなみに、はい、ここからすごいですよ。エリゼ出すだけですよ。マジで。やっぱこのね、チャンピオンのサイクル、そしてこのスケボンバーの高回転を生かすことによって、マジで高回転なのよ。エリジェがエリジェイエリジェイスケボンバーゴールナイン、でゴールナインがいると、エリジェイエリジェイスケボンバーエリジェイエリジェイスケボンバー。さあフィーバータイム来てますね。これ僕もどうしようかなと思いながら、でももう行くしかねえよなーってね。はい、ユニット追加して、まあ、一旦走ってね。さあボンバー、もうこれ何も考えてないですから。今これ一旦出してますけど、僕あの特に何も考えてないです。でここでさあどうしようかなって、さあ始まるじゃん行って、相手はやっぱドリルでね。いやでもこれよく守ってくるんですよこれ。さあ僕どうしようかなって言ったエリジェイなんですよ。あ、もうエリジェイ出してるだけなんですよね、これ。そう、なんか序盤ね、あんなこう、なんか考えてるようでというか、こう、どうしようどうしようってなってますけど、見てわかる通り、後半は始まりエリジェイするだけなんですよ。でも頑張ってるんですよ。いや、だからもうぶっちゃけこれ俺通らないなと思ってるんですけども、通るんですよ、これが。はい。エリジェイが壊れてるんでね。だんだんとなんかこう、だんだんとなんかこのね、エレジャイがちょっと残ってんじゃないかなっていうようなシーンになってますけども。さて、ライトニング打って。でも、これ16残せばいいやんってね。さあ、トルネードと、なんかおしゃれにやろうとしてますけども。さあ、カウンターパンチ。すごいでしょ、これ。残り延長タイムか。2分ぐらいかな。わかんないけど、ずーっと足前出してんの。いいな、それが。結局。やっぱ考えるとね、ダメなんだよね。うん、で、今回ライトも、まあ、200イバッチ2つと、まあ、そこそこに強いですね。さあ、で、今回は迫撃かな、また。迫撃かな。迫撃もやっぱ結構いますよね。さあ、縦線来て、ゴルナイアースト。で、そこにはディガーと。あ、ここには、これ、エレジャーいけるとよかったんですけどね。ボンバーですね、これ。よくないです。はい。まあ、よくないこともないんだけど。一旦エレジャー取らない。いやこれはね、やっぱエレジャーやっぱ感覚強い強い言われてると思うんですけども、やっぱ強い中でも言うて迫撃砲がきついだとかいろいろあると思うんですよ。ミラーエレジャー強い言うて、じゃあどうすればいいのってやっぱ思ってる方もいたと思うので、まあそういった方に本当に少しでも参考になればなっていう、やっぱ来シーズンも使えるので、エリジェイ使ったことない方も一旦ラットエリジェイ出してたなってね、みんなにこう思い出してもらって、ちょっと少しでもね、やっぱこうトロフィー更新してほしいですし、順位も上がってほしいですし、やっぱねクラノもですけど、結局何でもね勝てなきゃね、勝ってるからこそやっぱ楽しいし、まあ負けたらやっぱ悔しいのもあるんですけど、まあ、その勝ちがおもろいんでね。さあ、なんか、このエレジャーしちゃってます。はい。さすがに。さすがに調子乗ってますよ。いや、見てください、僕のこれ。2個目のエレジャー構えてるんですよ、もう。これなんですよね。1周目のエレジャーは発揮表。2周目しっかりここで、行くっすよ、こんなん絶対。ボーン、はい、来ました。で、謝ったは、施設がないでしょ、のトルネで逆転かな、これ。さあ、トルネードで火力をね、逆サイドにやることによって、このエレジェが止まりませんよと。で、あとは高回転の強みでね、適度に守っていくよと。さあ、これでも800でぶっちゃけライトニング2発圏内なんで。で、これも、スケとかで守るんじゃないんですよ。エレジェで守るんですよ。もうね、いや、覚えておいてほしいのは一つだけでさ、エレジェで攻めてエレジェで守ってください。はい。てかもうエレジェで守ったのが気づいたら攻めてます。はい。そういう感じですね。まあこれはもう相手諦めました、ね。本当に。エレジェ、ニエニエしてますね、僕。
っす、親父軍団ナイスっちゅう感じかな。でもなんか思ってる以上に LJ で守ってると思いますね。さあということでラストはこの8000を決めたですね、まあ、前回到達した試合ですね、 VS エスケムルテンは2位と3位バッチは強いって。これでもあの本当に見るに耐えない試合になるかもしれない、ただの神相性でしたね。そうSKモルテン、もう PS 実力で言うと僕らもね何十倍も何百倍も上手いです。はい、多分100戦やったらねどうだろうな、もう余裕で巻き越すとは思いますね。まあ、分かんない、そのモルテンが最近クララ全くやってないとかだったらあれかもしれないですけど、まあ、さすがにこうマージャス警戒ですね。うん、絶対巻き越すんでね、30、70とかにもなりえないぐらい上手いプレイヤーなんでね、何でも使える。でこれねマジでそのガチの神相性だったんですよ。このラムジンギって呼ばれるデッキで、まあ陸デッキなんですけど、僕ってこれ陸系しかないじゃないですかこれね、陸系しかないので、いや全部止まんないよ、ゴースリーのランバー何でも。でラムライダーはねやっぱエリジャイボーイに使わないといけない施設が入ってないんでね。でインドラデリジャイもね、トカソーにもやっぱトルネードでカウンター範囲内されるともう無理でしょっつって、もうねこれやばいっすよ。僕がこれやってもプレイこれ恥ずかしくなってくる、これ見てください。はい、行ってこーい。さああとはもうね、モルテン頑張ってんなと思いながらこれね走ってね、いやラムが結構残ってくるのはこれ嫌でしたけども、さあインフェが強いですね。でもこう考えたらこのデッキね多分マジで強いな。だってなんだろうな、まあスケボンバーゴルナイあるんで基本的にこれ陸デッキに対しては基本的に何でも強いわけですよ。でなんだラバにはもうエレジャイいてインタワーあるんで、もうぶっちゃけ100-0なんですよねラバに関しては。そうでゴレにもまあ強いでしょ、言ったらエレジャイなんでね、インフェもあるし、ゴレラバーに強くて、エレジャイ対決も強い。で、インフェなんでロイリーにも余裕。トリトンにライト打てばいいんでね。ザッピー取るね。まあ、スケルトンラッシュとか、まあ、いろいろあるかもしんないですけど、マジで本当に弱点が少ないな。これ、親父出して、さ、親父のあの、なんだカウンターで、気づいたら、親父がものすごい歩いてるでしょ。で、僕、コストがすごい余裕あんの。で、トルネで固めて、まあ折れてはないですけどもね、漏れてもこうもうファイヤーボールを打たざるを得ない。でこんなね圧勝できることないっす。はい、普通にいやもっとこうね接戦でこうギリギリなるんですけど、やっぱこの漏れてんさえも諦めざるを得れないね。はい、もう環境ね、これが本当にやべえデッキってやつですね。マジで環境でここまで強いのは、まあ、いろいろやっぱありますけど、下方ね、緊急入ったりとかもしてたんで、いやー、それがないっていうことで、ね、ちょっと、マジでこのエリジャー、来シーズンも強いので、マジで使い得だと思いますね。皆さんもぜひ、はい、こちら使ってみてください。ということで、よければちゃんと、今後もお願いします。では、大塚ちゃんの人、またね。